な夜中にナッシュホールってどういう風の吹き回しなの。聞けば38度5分ってそんな微熱で私の出る幕。そう言っても防水本のが邪魔をしてレジ袋を片手にあいつに会いに行く。徐々に熱を帯びてゆく夜間病棟で見かれる僕に加速する。心拍数が理性を蝕んでまた炎症を起こし始めた。粘膜の厚さに耐えかねて部屋を飛び出し、どうすればいいの。なんだかあの時から具合が悪い。蛍光感染がどうしてくれるか。ホテルからだ引きずりまた部屋に飛び込んだ瞬間違うので、私はただの薬箱じゃないわ。あんなに看病してあげたじゃない。放っておいたら死んでしまうかもよ。だからお願い助けてよ。痛い薬も我慢しますから、痛い注射も我慢しますから、絶えず流れ落ちてきますから、もうどうすればいいの。捨てられた子猫のようにわめき散らして、朝を迎えても治らない。あなたがいなくちゃ治るわけないじゃない。またあの夜が頭をよぎって、切なさが全身にして体を締め出し、どうすればいいの。